鈴本夏子役倍賞千恵子さんです。よろしくお願いします。本当にあった話だもんね。私それがすごいなって。ねえ、これ明日こうちゃんの弁当さん入れてやる。おお、まずき今日泊まってくで。おお、そうげ、なんかね、全然初めてっていう気がしなくて楽しかったですね。はい、あ、やし、こちらは好きなの。あの、子供に対しての愛情とかね、親子関係とか家族とかって考えさせられる映画にきっとなると思うし、監督がこれはいい映画になるなって歩きながら言ってたのを聞いたんで、本当にこう素晴らしい映画になるんじゃないかなって思っています。鈴本夏子役の倍賞千恵子です。映画461個のお弁当、劇場でぜひご覧になってください。